ようこそ、もっと知りたい話題へ。ナビゲーターのゆめかです。私たちが住む地球にはおよそ870万種の生物が生息していると推定されていますが、その大半は人類にとって未知の生き物です。2011年の調査に基づく推定では、地球全体の生物種は 86%、海洋生物種に絞ると 91% が未発見とされています。そのため生物学者たちは、人里離れた鉱山の森林や深い海域に出かけては未発見とされている生物種の数を少しずつ減らす努力を続けています。その結果、毎年3000種以上の誰も知らない新種生物が発見されているのです。そこで今回は、世界で発見されたロマンと驚きに満ちた生物の神秘を5つご紹介します。それでは行きましょう。1、南極の海底で発見されたクリーチャー。南極の深海には、この世のものとは思えない色も形も奇妙なスケールワームが生息しています。スケールワームとは、日光が差し込まない深海に暮らす多毛類の生物を指します。2017年8月29日に海洋生物種の世界登録を取得したエウラギシカギガンティアは、どこからどう見ても地球上の生物のようには見えませんが、間違いなく地球上に存在する生物です。五海目ウロコムシ科の一種で、南極の海底500から700メートルに生息するこの生物のサイズは20センチ前後で、金色のブラシのようなキラキラと光る体毛が特徴とされています。エイリアンそっくりな鋭い牙のある口先を持つ恐ろしい見た目とは裏腹に、とても臆病な生物で、身の危険を感じると金色の毛を落としておとりとすることは分かっているのですが、生態については不明な点が多いとされています。残念ながら、日本の水族館や博物館ではエウラギシカギガンティアを見ることはできませんが、アメリカスミソニアン博物館には現在2体の標本があり、大きさは全長 14.8 センチのものと30センチのものがあるそうです。2、サンショウウオが好物の食虫植物。主に北アメリカに分布する紫平子草は、葉に血管のような赤い葉脈を持ち、赤黒い花を咲かせる多年生の食虫植物です。その紫平子草がサンショウウオの赤ちゃんを食べてしまうことが明らかになり、世界を驚かせました。食虫植物が動物を栄養源にすることは知られていましたが、通常その対象は昆虫やクモに限られるとされてきました。そのため、昆虫とは比べ物にならない大きさのサンショウウオが捕獲されるところが観察されたのは初めてのことです。サンショウウオが紫平子草に捕らえられていた現場は、カナダのオンタリオ州にあるアルゴンキン州立公園に広がる沼地で、カナダのゲルフ大学などによる研究チームの一員テスキー・ボールドウィン氏が発見しました。2017年、当時ゲルフ大学の大学生だったボールドウィン氏は、アルゴンキン州立公園で生態学のフィールドワークを行っている最中に蒸気の事案を目撃し、その後2018年秋に同公園内の池を調べたところ、そこに生息していた紫平子草のおよそ2割がサンショウウオの赤ちゃんを栄養源にしていることを確認しました。サンショウウオの体長は人の指ほどで、中には2匹以上が捕らえられているケースもあったとしています。サンショウウオは幼生から成体へと変化し、陸上へ移動する際に罠に落ち、早いもので3日間、遅いものでも19日間で死に、その後は袋状の葉の内部に蓄えられた消化酵素によって分解されると報告されています。研究論文は2019年にアメリカ生態学会が全著作権を所有するエコロジーに掲載されました。
3. ダークバイオスフィアに生きるシアノバクテリア。2018年、1915年に創刊された米国科学アカデミー発行の機関誌 PNAS に驚くべき発見が掲載されました。それはこれまで光合成によるエネルギーで繁殖していると考えられていた地球最古の生物の一種でもあるシアノバクテリアが太陽の光が全く届かない地底で発見されたというものでした。スペイン国立生物工学センターの微生物生態学者フェルナンド・プエンテ・サンチェス氏は別の細菌を探すために613メートル地下から採取した岩石標本を調べていました。しかしそこにあるはずのないシアノバクテリアを見つけてしまい、プエンテ・サンチェス氏は博士号が台無しになってしまうとんでもないミスを犯したのではと心配になったと話しています。シアノバクテリアは太陽の光さえあれば地球のどこででも見ることができるありふれた細菌です。しかし手にした岩石標本は光など絶対に届かない完全な闇の世界のものだったからです。そこでプエンテ・サンチェス氏らは発見したシアノバクテリアの遺伝子解析を行い、水素濃度が減少していることを突き止め、シアノバクテリアは水素を使って日光と酸素のない環境でエネルギーを得ているのではないかと推測しています。現時点では仮説でしかありませんが、もしもこれが光合成に代わる事実上の生存メカニズムだとすると、ダークバイオスフィアとも呼称される地下環境の過酷な条件下でも生物は生き延びることが可能となるのです。プエンテ・サンチェス氏はこれらの研究結果を発表する際に、これまで知られていなかったシアノバクテリアの生態的地位はその起源や進化モデルを示唆するとともに、地球以外の天体における生物が存在する領域を広げる可能性もあると述べています。 4. ドナウ川で凍りついた野生のキツネ。2017年、ドイツ南西部バーデンビュルテンビルク州にあるフリディンゲンという町の近くを流れるドナウ川で、死んだキツネがまるで標本のように氷に閉じ込められた状態で発見され話題となりました。キツネは川で溺れたとみられ、この年ドイツを襲った厳しい寒波の影響で川が瞬く間に凍り、このような姿になったのではないかと考えられています。イギリスで発行されているインデペンデント紙には、ここ数日間の極端な気温低下や降雪はヨーロッパ全体で60人以上もの死者が出ていると掲載されています。また交通機関への影響も甚大で、飛行機の欠航が相次ぎ、トラックや船での輸送も制限され、人々の生活に大きな影響を与えているとのことです。さらにポーランドではマイナス30度を記録し、ブダペストでは街の中心を流れるドナウ川に大量の氷が流れるという事態も発生していると報じられています。この氷を切り出したハンターは、野生動物がこのような形で凍ることは決して珍しいことではなく、実際にこれまでも凍った鹿やイノシシなどを発見していると話しています。しかし目を開けたまま今にも動き出しそうな様子で凍ってしまったキツネの姿は、この年の寒波の厳しさを象徴するものと言えるのかもしれません。 5. 4本足を持つクジラの祖先の化石。クジラは5000万年以上前に南アジアでオオカミより小さな偶蹄目から進化して生まれたとされています。そしてその一部は水にも適応し、水中と陸上との両方で活動しながら生息地をアフリカ北部へと広げ、4120万年前までには大西洋を横断し北米に上陸したとみられていました。その仮説に対し、ベルギー王立自然史博物館の古生物学者オリバー・ランベルト博士を中心とする国際研究チームは、2011年に南米ペルーの太平洋岸ピスコ盆地プラヤメディアルナの海岸線から約1キロ内陸で保存状態が良好な
4本足のクジラの骨格を発掘し、2019年にその分析結果を学術雑誌カレントバイオロジーで発表しました。太平洋にたどり着いたクジラを意味するペレゴゼタスパシフィカスと呼ばれるこの化石は、南北アメリカ大陸で最古となる4260万年前のものであり、インドとパキスタン以外の地域で発掘された化石の中では最も完全に近いものとされています。長さ 3.4 から4メートルのペレゴゼタスパシフィカスは、ビーバーやカワウソのような水陸両用哺乳動物と同じ鼻椎を持っているため、体の後部を波打つように動かして泳いでいたのではないかと考えられています。南アジアを起源とするクジラがどのように進化しながらアフリカ北部から大西洋を渡り南北アメリカ大陸にたどり着いたのかは、未だ明らかになっていないことが少なくありません。そのため、ペレゴゼタスパシフィカスは、クジラが南大西洋を渡って、南北アメリカ大陸に分散したことを裏付ける証の一つとして、この謎を解明する大きな手がかりになるだろうと期待されています。身近に存在する未知の生物。今回は、世界に散らばる生物に関する、新たな発見や謎についてご紹介してきました。世界ではありとあらゆる場所で毎日のようにこれまでに見たこともない生物が発見されています。その生物は奇妙だったり怖そうだったり、あるいはとてつもなく可愛らしい姿をしていることもあります。そしてその発見者は専門家や科学者だけのものではありません。ごくごく一般の生物学を全く知らない人や幼い子供の場合もあります。それは私たちが知っている生物が地球上のほんの一部に過ぎないからです。今この時この瞬間、多種多様な地球上の生物たちは謎と神秘のベールに包まれたまま私たちのすぐ近くにいるのかもしれませんね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。またよろしかったらグッド評価、動画を見て思ったことをコメント欄へお寄せください。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。またね。